安行御氏は、李氏朝鮮において、地方間の観察を、秘密裏に行った国王直属の管理である。正規の地方管理を監視する役目であり、国王の権力を強化するために設置されたが、政争に利用されることもあった。史書に初めてこの語が現れるのは1555年であるが、実質的に最初の安行御氏は1509年であったとみられる。高宗時代の1892年まで存在した。全国地方行政の監察は、本来、司県府の任務だが交通と通信手段の不便によって地方間の悪性を徹底的に摘発するのは容易ではなかった。そこで国王が秘密裏に特使を任命するようになったのが安行御氏である。主に同下官の中から国王が随意に任命する。任命されると、封書、琴目、馬パイ、注釈を使者を通じて自宅まで伝達、直ちに出発を命じられる。封書の表面には、至る南大門外開き、または、至る東大門外開きと記されており、それぞれ南大門、東大門の門外へ出た後でなければ、開封を許されなかった。派遣地域に到着すると、返送して地域の実情を内定した後、地方官庁に入って、公文書と倉庫を検査する。これを出道と言い、この時随行する駅卒は安行御氏の出道だ。と叫ぶ。冤罪事件があれば再審して解決し、管理の不正が発見されれば、封庫、まかりむか、術の措置を取る。復命の際には国王に処刑と別端を提出する。時代劇で美化されているが、実際は、経費のほとんどを自ら調達しなければならず、険しい旅程、寒さ、野山の獣の危険の中で、身分がバレるのを避けつつ衣食住の問題を解決することを要した上に、門前払いに遭うのが常で悲惨だったことが明らかになっている。正規の管理の無責任さや、顔面眉墨、貧血あられ、献氷、腹甲口、死骸無策との記録が残っている。ありがとうございます。